ゆうこそもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は見ての通りちょっとねクリスマス感を意識してですねセットしてみました。今回はスペシャルゲストをお呼びして一緒に恋バナをしていこうと、みかん食べましょうねしていこうと思います。それではゲストのどうぞ、ミルキーさんです。こんにちは、皆さん初めまして渡辺美幸です。ミルキーさんです。これみかんじゃないよ。え、何なんですか。ベニマドンナ。ベニマドンナっていう一番美味しいみかん。あ、みかんはみかんえ、みかんじゃん今回はですね、はい、ミルキーさんと元々ね、うん、グループがね、そう一緒じゃないけど姉妹グループか。そう、まあね、ちょっと実はね、ご近所さんなんだよ。そうお家がね、ご近所さんで、たまたまこれで、それでね、ちょっとコラボ動画撮りましょうかって言っちゃうんで、ちょっといきなり噛んじゃった。かわいい、これゆうこそが用意してくれました。なんかね、楽天で買いましたそれこそ48っぽいね、現役の時みたい。あ、そうだ、みかんもだけどね、あの、私ケーキ買ったんです。あ、そう、ちょっと剥いたら持ってきていいですか。はい、やったーわーい、嬉しい。ゆうこすモテチャンネルそうですよそうですよあ、そうだ、今回恋バナ企画ということなんですけど、キャン、ミルキーさんは何するんですか、今年のクリスマス。予定ないの。え、そう、クリスマスって24、25でしょ。特に別にお誘いはないかなそっか、じゃあ恋バナおしまいということにえ、ゆうこすはクリスマス。でもゆうこすどうしようかなと思ってて、今年はおうちクリスマスかな。うん、確かに。もう約束してるの。具体的にはしないけど、多分、なんかおうちクリスマスするんではないかなと。なるほど。じゃあ話しながらミルキーさんにまたみかんを食べます。はい、本当にやばくない、このマドンナ。うわ、え、すごいよね、それ。なんか大きいし、すごい。そう、フルーツの中で 2,3 番目に好き1位は何なんですか。桃。桃って言ってほしい感じがある紅マドンナ美味しい。ね、顔、皆さんも紅マドンナ食べてください。うん、ちょっとクリスマスなんで先にケーキ持ってこよう。あ、やった。少々お待ちを。はい、ミルキーさん、なんか話してください。はいこんにちは、じゃじゃじゃーん。すごい、ゆうこすのお家でホームパーティーです。クリスマスパーティー in ゆうこす家ということです。ということです。わーケーキー。なんかね、ミルキーさんといえばゆうこす的なんかラデュレのイメージがめっちゃあって。え、嘘、嬉しいです。なんかこう可愛いから、なのでラデュレのケーキを買ってみました。クリスマスケーキ、かわいい。これかわいい。なんか切るのめんどくさいんで、そのままちょっと行きましょう。いただきます。おいしい、うん、うん、めっちゃおいしい。ミルキーさん、普段恋バナとかします？友達とはするね。うん、でもあのファンの人の前ではあんまり恋バナしたことがないの。そっか、いや、ね、いやでももう卒業してから5年くらい経つから。もうそんな経つんですか。そうなんです。うん、だけどなんかあえて話したことないから、うんうんうん、なんか不思議な感じかも。ただここで今思ったんですけど、ゆうこす普段そんな恋バナせんから何振ったりかわからんくなってしまって。え、嘘。え、ゆうこす恋バナしんの？友達とかとしないの？なんか友達があんまりいないんだって正解かもしれん。この前あのミルキーさんと女子会したじゃないですか、2人でカフェ行ったね。そう、その時に久しぶりに、うん、なんか友達とお茶をしたから、うん、ミルキーさんから会って5分ぐらいでなんかゆうこすの目がなんかいろんなとこ見すぎて、なんか、うん、ゆうこすって普段人と話してるって聞く気がする、うん、ゆうこすすごい挙動不審ちょっとなんか焦っちゃって、なんか久しぶりすぎてなるほどね。ここ数年仕事に生きてたからなんか悲しいあ、恋バナといえば聞くことその1、好きなタイプは何ですか。あ、好きなタイプは人生経験豊富な人がいい。確かに。じゃあやっぱ年上。まあ確かにそうなるよね、うん、年下でそんな人生経験豊富って、もう茨の道をねこうやって来た人とかだろ人の痛みが分かる人がいいかな。いろんなこと経験するとさ、うんうん、痛みが分かるかなみたいな。しかもやっぱミルキーさんもね、あと初めては何歳ですか。10
67、うん、でも茨の道をこうやってきたから、はい、なんか同じようなね、こうやって人がいいですよね。こうやってきてる人がいいね。そう。え、ゆうこさん、あのね、味覚近い人が好きですね。いやでもそれも大事、大事、味覚近い人は大事、うんうん、もうね、さっきから谷間がね、うん、この服わざとじゃないのよ。しょうがないよ、あるからうわぁ、アイドル世代からいつもおっぱい触ってきてたそう、私女の子のおっぱいが大好き、女の子のおっぱいが大好き。そうなんです、大好きなんです。なんで好きなんですか？えー、アイドル世代に会った瞬間から、うんうん、おっぱいガッてしてきて、なんかびっくりし、うん、いや、バッ、逆に女の子のおっぱい好きじゃない人いるの？よくわかんない。いるんだとしたらいません、女の人、ね、みんな好きだと思う。おっぱいは世界平和、うん、見てるだけでもさ、なんか嫌な気持ちにさせないやん。じゃあ誰かが喧嘩しててさ、ゆうこすのおっぱいバッていきなり現れたら、そっち見るよ。いや、じゃあそれはミスじゃあ私なんか人が喧嘩したらバッてしますね。あ、ありがとう。じゃあどういうことなんだ全然恋バナになってないって。確かに、いや恋バナ、恋バナ。みるきさんって嫉妬とかするんですか？する。ボー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 って何ちょっと話さんすぎてリアクションが変になっとる。ゆうこやばい。嫉妬するんですか？え、するよ。嫉妬ってどういう、例えば内緒で女の人と会うとか。あー、もうね、秘密事はね、まあなんか仕事相手で、うん、ちょっともう仕事の関係だから、あまりにもこうあれな感じで言い忘れてたとかだったらね、うん、まだあれ。それでも嫌だ。もうどうします、彼氏がこう、あ、ごめんごめん、あの言い忘れてて、ちょっとごめん、今日あの女の人とかと飲んでたんだよね。え、聞いてない、なんで言ってくれへんかった？すいませんでしたえ、もう言葉詰めですか？え、そう、別に怒るとかはないから冷静に、え、なんで？一番怖いやつよそれ嫉妬する、そういうの。うん、確かにそれで言ってくれんかったら、私はね、結構ね、うん、冷静に言うとかじゃなくて、うん、なんでなんて言っちゃうかもしれない。ブチ切れとかでもないけど。え、意外かも。嫉妬とかしなさそう、意外とって思ってた。あー、するかな。うん、恋バナか。自分から話し飛びながらね、検索しよう、うん、今ググったら、うんうん、まずこれを話しましょう。 S と M どっちですかって聞きまして出てきました。あ、なんか私普段私生活ではなんかゆうこすのこととかいつもいじるしさ。確かに、どちらかというと S っぽい気がする。だっていきなりおっぱい触ってくるもん。そういきなり触られたりするとなんなんってなるから。でも自分でも触るの、それはなんなんなんだされるとかよりもする方が好きやから、うんうん、基本的に S なのかもしれない。いい情報を得たり。ゆうこすは、ゆうこす、うん、サービスの S。 あー、サービス精神の旺盛は、いや、なんでなんかこうしてあげることが好きなので。いや、なんで嫌なのなんか熱くない、なんか恥ずかしくなって。かわいい反応がトークテーマをさ、うん、見つけるためにゆうこすが一生懸命調べてますね。そうです。ヘチ、ヘチズム、ヘチ、ここが好きです。男性のなんとかヘチみたいな、全身全部全部、顔も声も体も強い。でも特にここは気の毒とかないんですか？好きな人やったら全部かも。もうじゃあなんだ、鼻毛も、うん、あ、鼻毛出てるよ。好きじゃない人でって言うとまた変わるかも、ペチ。あ、そうか、じゃあ男性全般的に、あ、男性のここ見たらグッとくるなみたいな、うん、それだったら背中がさ大きい人が好き。あー、じゃあ水泳選手がいいですよ急に確かにね、こうギューとかした時に、そう、背中をハグしたくなる安心感がいいです。ゆるきさん最近 YouTuber でどうですか？え、初めは、うんうん、いい感じのペースでやってたんやけど、最近撮影してない。編集疲れますよね。そう、疲れて、あと12月のちょっと他の用事があって、うんうんうん、うん、だからちょっと今止まってるけど頑張りますよ、もちろん。概要欄にチャンネル貼っておくので、ぜひ皆さん、はい、見てください、見てください。というわけで、はい、今回の動画はここまでになります。はい、ここまでです。すっごい声バラしましたね。ね、あんなことやこんなことをね、話させていただきましたけれども、はい、初めてのねコラボ動画でしたね。確かに、うん、いや本当にゆうこさんが普段あんま撮んないからっていうのもあって、うん、ちょっと緊張してしまったんですけど、うん、また第2回第3回撮りましょう、ね、ちょっとこれから自然に話せるように頑張ろう、うん、確かに頑張ろう、はい。というわけで今回の動画がちょっとでも楽しかったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。
おしまい。なんか思ってたのより緩かった。いやもうね、緩いんですよ。バッチリ質問とか考えてきてるんかなと思ってて、いや逆に考えた結果一個も思い浮かばなかった。嘘。だから逆にね、ヒヤヒヤしてたの本当に。あ、ちゃんと喋れるかなってことですか。すごいこと聞かれるんじゃないかな。なんか足しびれて5時間5件こっから。